なんか用か？手首の骨まで折る必要はなかった。仲間の仕返しにでも来たのかよ。君は力を抑えることを知らないようだ。とても本物のカムイとは思えない。紛らわしい。そっち側の連中か。慌てるな、僕は。俺を見定めに来たんだろう。俺が真剣を持つにふさわしいかどうかを。ああ、じっくり観察させてもらってる。そっちは楽しいかもしれんが、こっちは不愉快なんだよ。私たちが人違いをしているとしたら、そうだろうな。人違いかどうか、見せてやる。よせ、こんなところで始めたらどうなるか考えて。はぁ、あ。聖子！なんだ、騎士のか。何？ちょっと、付き合ってくれないかな。え？聖子、俺たちって幼稚園からの幼馴染だったよな。うん。本当はもっと早く言おうと思ってたんだ。何を言おう。実は俺ずっと前からお前に目をつけてたんだ。本当？ああ、もうお前しかいない。お前しかいない。私なんかで。もちろんさ、もちろんさ、もちろんさ。で、今度の日曜日どうかな。うん、オッケーよ。よかった、これで試合ができる。いやピッチャーの山田が骨折しちまってな。お前も知ってるだろ、俺の草野球チーム。お前のアンダースローだったら、そこらの男なんか目じゃないもんな。あれ、どうした聖子。あれ、はあ、やっぱり一人は落ち着くな。ほっとくとあいつトイレまでついてくからな。何考えてんのかさっぱりわかんねえ。同感ですわ。ミオ、いつからそこに。ビアーズの風上にも置けませんわ。無作法で教養もなく言葉遣いすらなってませんし。独り言ですけど。そうすか。何ですの、何ですの、その食べ物は。きつねうどんだけど。学食のおばさま、きつねうどん追加ですわ。レントイ、よく食うんだな、ビアーズってのは。あまり大きな声で言いたくはありませんが、レンさんが奴隷としてあんまり非常識なのは生原様の責任でもありますのよ。奴隷のしつけも飼い主の義務ですわ。しっかりと調教していただかなくては。このままではディアーズ全体の保険にも関わりますもの。以上、独り言でしたわ。それではごきげんよう。ちょっと待てよ。何ですの。何が何だかさっぱり。レンもお前も何の話してんだ。ご主人様とか奴隷とか。あ、生原様、ひょっとしてレンさんから何も聞いてませんの。それなのに認証の儀を。認証。そんなこと。これは報告の必要が。おい、きつねうどんはどっち。はい、私ですわ。わけわかんねえよ、説明してくれ。あら、ごめんなさい。レンさんは、レンさんは生原様の奴隷。生原様の命令ならどんなことでもいたしますわ。生原様はレンさんを思うままにお好きなように扱う権利をお持ちですの。要するにそういうことですわ。